風間実はあんまりそのそういうの見たことがなくて。ほう。そうなんでござるよ。はいはい。あんまり見たことがそう今までなくて、なんで坂本がその嬉しそうにその、うん、お話してくださったんですよ。はいはい。もう全マリン船長とお話した。はいはいはい。お話しした。何一つ理解できなくて、実は最近ちょっと、はいはい、勉強しました。お！例えばどんな？え、なんか風紀先輩がそれこそなんかあのね、セスター前の時にまあ ロリーショッターとかって言ってたんで、はい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 。風紀先輩が見てるやつだったらひょっとしてまだ優しいのかなと思って、ええ。ロリーショッターをねちょっと検索してみました。生まれて初めてもうなんか父上母上に申し訳ない気持ちになりながら、ほほすいませんすいませんってなりながら、はいはい。で、そうですね、ええ、マリー先輩、ええ、いや、ロリアショタは可愛い、ええ、だけど、見てて恥ずかしくなっちゃって、ほお、え、なに、え、エッチなの見たの？なんか調べたらエッチなやつ出てきたでござるよ。あら、そうですか。え、なんか、え、むしろ、なんて言うんだろう、なんかね、でもホロライブ来たからにはこういうのも勉強しなきゃいけないんだな、かたまと思って。ホロライブに入ったらエッチな勉強もしなきゃいけないですね。なんかね、先輩方ともなんか お話していくのにちょっと勉強しなきゃ勉強しなきゃって思ったんでござるか。え、むしろちょっとこれもう危険を垣間見ず聞きますが、はい、そのま、マリ先輩のおなんか初心者入門みたいなの ありますか。初心者入門、うん、え、なんか元気になってきたな、マリン先輩。あれ？いやいや、元気ない、元気ないよ。あ、本当にうん。